綺麗な月ね。そうね。戦っている間はこんなに落ち着いて月を見たことなんかなかった気がするわ。私だって人の子よ。そうそう上ばかりは見ていられないわ。それはあなたの目が節穴だったせいでしょ。否定なさいよ。俺の見る目は確かだったって。それは私の手柄でしょ。あなたが私に仕えられたのは私が拾ったからだもの。その恩はこれから返してもらえるのでしょ。あなたの天界の知識、むしろ今からの方が意味を持ってくるはずよ。帰るの？あなたの知っている歴史とかなり変わっているという話？でしょうね。巨師匠に言われていたでしょ。対局には逆らうな、逆らえば身の破滅とね。春蘭じゃあるまいし、そこまで大言を吐く気はないわよ。そしてその言葉に従うなら、対局、あなたの知る歴史から外れ切った時、あなたは私は後悔していないわ。私は私の欲しいものを求めて歩むべき道を歩んだだけ。誰に恥じることも悔いることもしない。カズト、あなたは後悔していない？当たり前でしょ。この私を誰だと思っているの？そうよ、それでいいわ。ええ、あなたがその場にいないことを死ぬほど悔しがるような国を作ってあげる。そう、そんなに言うならずっと私のそばにいなさい。どうして？おしまいにしなければいいじゃない。ダメよ、そんなの認めないわ。どうしても行くの？そう、恨んでやるから。行かないで、カズト。カズト、カズト。消えるなんて、なんで。
いてくれないの？ずっといるって言ったじゃね。薄影と果てぬ夢。